君はいくらなら抱かせる？あ、お前。お前もう一回。なんて？質問改めた方がいいんと違うか？工藤静香ちゃん好きとかで、もう好きよ。工藤静香さんも大好きよ。うん、わかるわ。ちょっと待ってよね。なんて言ったの今。何も吐いてないのが好き。はブロックしましょう。本当に。おい、お前さ、調子乗って私のね、可愛いエンジェルにね、お前は書き込む権利はございませんからね。あんたいきなりクッパ目の前にして、やっぱりキノコに逃げるタイプだ。先にこっちに文句言ってたんだから、それで相手してもらえなくなったからって周りに絡むな。ほんとまずはクッパ倒してからしろ。お前次のステージは、お前ら有名人違うやん言ってるけど、クッパジュニアって名前にしたの、お前間違えんな。てめえ私のジュニアになってるぞそれ。ねえ、あんたなんでこっち寄りになってんの。落ち着け落ち着け、文字だからね。私まだやってっから配信。もう一回名前考えて、本当にもう一回変えて。私側についちゃダメだからね。今私の敵と化してるんだから。敵にならなきゃいけないの、私の息子的なことになってどうすんのそれ。お単品野郎でしょ。てめえそのね、こうだけ言って私に面白い質問返してもらえると思ったら大間違いだからね。じゃあ私も逆に返します。いいですか。右目のまぶたね、体の一部分で面白い言葉返してください。それしか言わないですかね。右目のまぶただけ。例えばだよ、おっぱいって書くやつがいるんですけども、おっぱいだけ書いたら意味がわからない。おっぱい見してまで書いたらいいんですよね。そんなこと言うなで終わるんですけど、おっぱいだけを書かれたら、おっぱいがどうしたんですかって、あんた顔面におっぱい叩きつけられたんですかって、それとも階段から転げ落ちてきましたか、おっぱいがどうしたんですか、うん、文法的な詳しいあれはね、頭の賢いことは知らないんですけども、成り立ってない。あいちーちゃんこんばんは。ちょっと待って、ここちゃんと閉じれてなかったのかな。もともと硬い系のグミなんだけど、なんか3日前に食べたのとわけが違う様子になっている。なんかぶっとい輪ゴム食ってるような勢い。じゃあ次は黄色。もしかしたらね、青がグレてただけかもしれないから。最後コーラには期待しよう。コーラって裏切らないじゃん。コーラって絶対に裏切らないの。何でも信じる勇気が大事だよ。一番やべえ。全然グレた。でもこれヤンキーとか息じゃない。もうこれガチヤーさん。ベンツまたがってる系だわこれ。ああ、やら。島横流し系、ほんとに。めっちゃ硬い。従えてるわ。スーツの兄ちゃんたちを従えてる感じ、ほんとに。やばい。カップラーメンも食べちゃうと、もう待って、めっちゃ誘ってくるやん。あかんやん。だって今週みんなに会わねんで。関係ないかーって。悪魔が支えてる、こっちから。仕事では敬語なんですか？待って、みんな気をつけて。この調子でボコスカ喋ってるわけじゃないの。このね、このキャラクターは、キャラクターだって言ってあんの。あの、取引先の人には。あの、早山さん、ツイキャス見ましたよとか、早山さん、YouTube 見ましたよって言われたら、あ、ごめんなさい、あのキャラクターは本当に、あの、早山純奈って演者としてのキャラクターなんで、って言ってあるんだけど、で、このツイキャスを見られたら結構意味ないんだけど、まあ、結構意味ないというか、あの姉を言ってしまうことすら
キャラクターなんですって言ってしまえば、でもどっちがどっちか本当か分かんなくなってくるじゃん。見た目の TPO はあんまりできてないかもしれないけど、内面の TPO はちゃんとしてるはず。お払いが不意打ちすぎて録画できひんかて。あ、鬼やりますよ、ほんなら。大丈夫です。はい、もう大丈夫。何しろお祓いご利益がありますように。皆さん、こちらね、コンビニエンスストアで買えるんですけれども、これをね、買うとね、みんなにご利益がありますよ。高い壺の時代は終わったんです。今や本当にこのプリングレス社長、これを玄関に置いてください。金運が欲しい人はね、この蓋を取ってもらって、材がボコボコ入ってくるよね。このまんま玄関に置いてください。ちなみに芳香剤にもなります。風俗に行った後に自分とセックスするの嫌じゃね？死ぬほどシャワー浴びてって感じ。うん、墓場まで持ってってほしいね、うん。それは伝えていらんわ。てか、なんだろう。ちょっと知ってほしいみたいな兵役、性癖、なんかこう、お前以外の女にこうされてんだぞ俺みたいなこと、ちょっとでも散らかしたらもうバーンやな。もうこういうビンタじゃないよ。一回腕をこっちに行ってからバーンだよね。振り切る、マジで。そのもんは。話を聞いてるとするじゃん。うんうんうんみたいな感じだよね。本当に今の感じで。ちょっと待ってて、みんなちょっと待ってて、私パジャマになってくるから。トイレ行く量が多分ホステス病なんですけど、これ一日に回数いかないんですよ。みんなさ、乙姫とか使ってさ、実際さ、チョロチョローみたいな感じじゃん。私結構蛇口ワッサー開いてるよねってくらいの勢いで、じゃあみんながホースの水くらいだったら、私は消防車くらいのレベルで、あのダムみたいな感じなんで、隣の人の乙姫任しとけなってくらいの勢いに。そのやんちゃくちゃしだした頃になんかね、あったかもしれない。あのコンドームをめっちゃ、あのリラックマとかあんのよ。あと蝶々のバタフライの絵が描いてあったりとか、いっぱいあるやつをなんか知らないけどカンカンの筆箱の中に貯めてたんですよ。で、貯めてたんですけど、別に使うとかじゃないよ、コレクションとしてなんか貯めてたんだけど、変なやつだよね。で、それをね、弟に見つかって、弟がお姉ちゃんこれ何みたいな、このカンカンに入ってるこの袋は何って聞かれたのよ。すごい無邪気な表情で、うわーどうしようと思って、あ、これね、あのバカ高い水風船って言ってごまかしたんですよ。そう、私が集めてたので、ほんならどっか私が行ってて帰ってきたら、私の部屋の中に本気で水が大量に入って、空気も入ってる水風船とかしたコンドームが大量に部屋中にあの風船が出来上がってて、帰ってきたらもうお母さんがもうブチ切れてるわけよ、キッチンで。てめえ自分で説明しろみたいなこと言われて、何みたいな感じで部屋開けたらもうもう本当にどえらい頑丈な水風船が大量に出来上がっていて、あの今もね、きっと弟覚えてると思うんで、それはすまん、ほんまに。おピンクゾーンの脱、でもね、わかる。あのさ、私結構あのこんな情報言って聞きたくないかもしれないんだけど、あのすんごい、なんて言えばいいの、毛が強いのね、そこだけ。守りが硬いのか分かんないけど、結構な強さだからパンツを突き破って出てくるわけよ。わかる？私さ、このさ、なんかすっごい、なんて言うの、
てる範囲ちっちゃいんだけど、毛が剛毛すぎて、だからブロッコリー状態なのよ。わかる？生えてる部分はこうなんだけど、その上のこのバーンの爆発してる部分が広いから、なんか、なんて言うの？だからパッと見ると、あ、この人めっちゃがっつり生えてんやなと思うんだけど、だから畳み込むとめっちゃ生えてないんよ。だから私、横とか、あの下とか、ツルッツルなの。だけど、この前のナチュラルボーン、あのディフェンスね、そう、見た目のこのディフェンスのところだけは、割と本当にブロッコリー状態だから、あの、すごいこう、わかる？意味わかるよね。こう、生えてる根元は割とゾーン狭いのに、ここがワッサーなりよるから、そう、だからもう畳むのよ。いやだから、もう私もたまにめんどくさいから、こうやって持ち上げて、もう持ち上げてバーンみたいな。でも切るやん。切りすぎると、今度切りすぎると、いい感じに寝てたやつが立ち寄るから、マジでパンツからバーン出てるんよ。それちょっとやべえなと思って。だから、本当に、あの、先の方だけをちょっとこう切るようにしてるけど、